きたのかしら。いつかあなたを改造してみたいのに。残念ね。管理エージェントの甲斐慈瞳隊員から話は聞いたわ。昇級審査の最後の課題が。なんとなく成り行きで。まったく、あなたって子はそんな非常識な課題を勝手に承諾するなんて。しかもそんな無茶な課題をクリアしちゃうだなんて。まあそのおかげかどうかはわからないけど、あなたたちの昇級に文句を言う人はいなくなったみたい。おめでとう、ユリ。あなたは今日から見習いエージェントに昇級よ。これで夢の一級公務員に一歩近づいたのね。感激。昇級したことで理想力の著しい差が解除されたわ。それに伴い新しいスキルが使用可能になったと思う。今後実践で新スキルを確認してみてちょうだい。そしてこれは見習いエージェントになったご褒美よ。受け取ってちょうだい。さあこれからもガンガン頑張りましょう。ラちゃん、これからも頑張ります。暁を守るため頑張りましょう。エージェントの織江高梨。ユリ、お帰りなさい。あんな無謀な作戦を成功させてくれるなんて、本当によくぞ無事に戻ってきてくれたわ。どうしたの急に。私は作戦通りにやっただけだよ。大げさだな。謙遜することはないわ。あなたたちは本当にすごいことをやったのよ。あなたたちの活躍にユニオン本部も驚いているみたい。ただ今になって調査という名目で人員を派遣するらしいわ。さっきまで何もしようとしなかったのに。とにかくお疲れ様。これで暁地区に平穏。そんなに褒められると照れちゃうってば。でもこれで一級公務員に一歩近づけたかな。じゃ早速お肉食べに行こう。そうね、さすがに本部もあなたたちの活躍を認めると思うわ。あ、お肉はこの報告が終わってからでもいいかしら。準備ができたらまた呼ぶから、それまでゆっくり休んでて。活躍を期待していますね。それでは再び待機します。新人ちゃん、噂になってるわよ。あなたのチームが暁地区を守ってくれたんだって。本当ありがとう。こうやって今無事に商売ができるのも全部あなたのおかげね。と言いたいところだけど。あれ、どうかしました？ため息なんかついちゃった。あれ、まだ話聞いてない？今度暁地区に新しいクローザーチームと特警隊が赴任してくるらしいのよ。なんでもここ最近立て続けに起こった問題の原因を見つけようってことらしいけど、今度の特警隊の隊長がものすごーく頑固なやつって噂で、無許可営業の屋台なんて問答無用で逮捕されるって噂よ。そんなわけで面倒ごとに巻き込まれる前に逃げなきゃって考えてたところ、せっかく問題が片付いてお客さんが戻ってくるかなと思ってたのにな。え、他のチームが来るの？ここに？そしたら私たちはどうなるの？もしかしてクビとか？うん、
私もそこまでは聞いてないわ。ことの真偽は上司の人に聞いてみた方がいいかもね。それはそれとして、暁地区を守ってくれたお礼をさせて。今日は私のおごりよ。何でも好きなものをサービスしちゃうわ。え、本当ですか？わーい。そしたらこのフランクフルトください。あ、なるべく大きいやつで。いただきます。あ、私もう行かなきゃいけないんだった。それじゃあまたね。うん、またね、新人ちゃん。次に会う時には一人前のクローザーになってるのよ。またね。任務にはもう慣れたかしら？あ、ちょうどよかった、ユリ。呼び出すところだったの。オリエちゃん、暁地区に別のクローザーチームが配属されるって噂を聞いたんだけど、まさか私たちクビってこと？その話もう聞いたの？噂って本当に早いのね。安心していいわよ。この人事は一時的なものだから。今回の件は暁地区の調査が終わるまでの暫定的なものよ。それが終われば私たちブラックランブスが暁地区に再配属される予定になってるわ。そうなんだ。ならそれまで遊んでいいよね。久しぶりに友達とカラオケで暴れちゃおうかな。残念だけど今すぐ動いてほしいの。私たちブラックランブスには地球神広地区に向かうよう指示があったわ。神広？なんで私たちがそこに？黒い包帯の男のせいよ。え？黒い包帯？そう、あなたたちがマレクと戦ってる間、宇月警部が黒い包帯の男を目撃したそうよ。すぐに交戦状態に突入したらしいんだけど、相手が移送能力者だったみたいでね、あまりダメージを与えられず逃げられたみたい。それでも相手に発信機をつけるのには成功したらしいわ。さすが宇月警部ね。発信機の電波を追跡した結果、その人物は封鎖区域の神広付近に潜伏している。そんな変態が存在してるなんて、時代は進んでるんだね。そしたらその変態男が次元子を召喚したって話も本当だったってこと？それを判断するのはまだ早いわ。とりあえず捕まえて尋問をしたいといったところね。というわけでユニオン本部から私たちブラックランブスにその人物の捕獲指令が通達されたわ。正規チームではなく私たちを動員したってことは、本部ではこのことをあまり重要に思ってないってことでしょうね。要はどうでもいい任務だから私たちに任すってことでしょ。さあ、任務に重要じゃない任務はない。いい訓練のチャンスにもなるだろうから積極的に挑むように。私は一度本部に寄ってからヘリで現場に向かう予定よ。あなたはあそこにいるライナイクルミに依頼して神広まで移動してちょうだい。じゃあまた神広で会いましょう。はーい、すぐ行きます。また嫌な予感するんだよな。行ってらっしゃい。行く？このバイクはアイビスクイーン、私の相棒。またね。リエちゃんに神広地区まで連れて行ってもらえって言われたんですけど、私のこと何か聞いてないですか？もしもし。待ってたよ、行こう。私は、ああ、はい、ちゃんと聞こえてたのね。このバイクに乗ればいいんですよね、アイビスクイーン。え？バイクじゃない、アイビスクイーン。あ、そうなんですね。なんかかっこ
後ろに乗って。またじゃあ行くよ。うわっ、なにこの重低音。鼓動だよ。これはさっきまで止まってたあたいの心臓が動き出す音だ。どに移動したくなったら声かけて。それまで私はここにいるから。幸運を祈る。気に入った。大丈夫？疲れてないかしら。クローザーズのクローズドベータテストにご参加いただき誠にありがとうございます。残念だけどクローズドベータテストで進められるメインストーリーはここまで。でも神広地域のダンジョンをちょーだけ解放しておいたからプレイしてみてね。もしくは今プレイしているキャラクター以外も選んでプレイしてくれると嬉しいわ。今後の予定についてだけど、もう少ししたら何か発表があると思うから、公式サイトやツイッターをチェックしてみてちょうだい。公式ツイッターでは今後もなんかいろんな情報をつぶやくらしいから、ぜひフォローしてあげてね。それはさておき、今後ここ神広でどんなドラマが生まれるか今からワクワクするわね。俺たちは多分苦労するんだろうけど。辛い思いさせてごめんなさいね。ドラ？もしかして黒い包帯の男？ちょっとあんたの出番はもうちょっと先なんだから出てこないでよ。良いではないか。未だ目覚めぬ者たちよ、来たるオープンベータテストでは我が輩が諸君らを導いてやろう。ちょっと待った。では今度は何だ？おいおい、真の主人公であるこの俺を忘れるなんて冷たいんじゃないか。あなたは全次元戦争に参加した歴戦の勇士。でも今はただの通販大好き健康マニアで同じブラックランブスのさんじゃないですか。
堀江ちゃん、その説明口調はちょっと。で、おじさん、急に出てきて何なんですか？お兄さんだ。いや、これからの激しい戦いを想像すると、お前らだけじゃ不安でな。しかも操作キャラがお前らみたいな子供だけじゃプレイヤーの飽きも早い。つまり今こそスタイリッシュな大人代表である俺の出番ってわけだ。オープンベータテストからは俺も参戦するぞ。はぁ、ついにっさんも参戦ですか。やった、これで楽できる。それじゃあ私寝る、おやすみ。ちょっと真宙さん、まだ寝ちゃダメですよ。みこち、私もなんか眠くなってきた。うさや、うさ、ここまでプレイしてくれた人にご挨拶はちゃんとしないとね。というわけで最後になりましたが、ここまでプレイありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。 Thank you。 それではオープンベータテストで皆さんに会えるのを本当に楽しみにしていますね。 See you。 いってらっしゃい。